文化放送をキーステーションにお送りしている矢吹奈子のレコメン。今日も元気に生放送中。メールアドレスはeco@joqr.net。ハッシュタグはカタカナでレコメンです。文化放送矢吹奈子のレコメン。文化放送をキーステーションに生放送でお届けしている矢吹奈子のレコメン。ここからはゲストと一緒にお送りしましょう。今夜のゲストはこの方です。こんばんは、シンガーソングライターゆかです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ゆかさんは大阪府出身。幼少期からピアノ、合唱を始めて、18歳から大阪を中心にシンガーソングライターとして活動中です。はい、ということで。18歳からやられてるんですね。そうなんですよ。でも小さい頃から結構歌うのとかも好きだったんですか？そうですね。もう気づけば歌ってるみたいな、家族の前で。もう人前で歌うのがじゃあ恥ずかしいとか思ったことない？全然なくて。もうとりあえず何かをステージにして、例えばソファーとか、はい、ね、椅子の上とか歌ってましたね。まあ、なんか想像つくかもしれない。いや、でも、まあ、大変やったと思います、家族とかは。なんか見ないと怒るというか、はい、なんか、ね、こっち向いてみたいな感じだったと思うんで、なんか迷惑かけてたんちゃうかなと思うんですけど。いや、でも絶対、可愛いって思ってたと思いますね。はい、そうであればいいんですけどね。あの、はい、話す順番が逆になったんですよ。初めましてになりますよね。そうそうですよね。初めまして。初めまして。可愛い、もう。この時間の美女ですか、その美女。いやいやいや。いや、本当になんか今日私一日動いてて、はい、でなんか、もうね、このお仕事が最後なんですけど、はい、もう本当に癒し、もう可愛すぎて。すいません、こんな間近で。リスナーの皆さん、ごめんなさい。私こそですよ、すみません。よろしくお願いします。そうです。いや、なんか、多分明るい方なんだろうなという想像は、はい、プロフィールとかも見てしてたんですけど、うん、はい、想像通りかもしれないです。本当ですか？もうすみません、はい、ただのなんかね、ファンがやってきたみたいな感じのバージョンになっちゃって。いや、でも、もう、こちらこそ癒されております、今。嬉しいです。はい、こう、プロフィール見たときに、はい、友人関係が、あ、すごい、はい、広い、幅広いなと思って。そうなんですよ。これは、なんか友達を作るなんか秘訣とかってあるんですか？はい、うん、けど私があんまり人見知りをしないんですよね。なんかすぐにこう友達になっちゃうタイプというか、うん、話しかけに行っちゃうので。自らこう話しかけに行くんですか？うん、そうですね。なんでまあ、その中でもこう特に友達になりたいなとか思った子に対しては結構めっちゃ好きみたいな感じでこうアピールしちゃうというか。どのタイミングでその友達にこうなりたいってこう、はい、深くこう行こうって思うんですか？まあ、それこそその同じこの業界の友達、はい、まあ、例えばその夜遊びのいくらちゃんとか坂口亜美ちゃん、いろいろシンガーソングライターの友達いるんですけど、はい、はこうライブ見て、おめっちゃライブもいいし、まあ、MC とかでも人柄が分かったりするじゃないですか。それでこう、あ、仲良くなれそうかもと思ったら、まあ、一緒にライブしてたらこうご挨拶できる時あるじゃないですか。の時に、あ、じゃあめっちゃ好きですみたいな感じで、ただの告白みたいな感じで、はい、結構そのなんていうんですかね、ライブからお友達になるとかはありますね。ライブじゃあ見て、あ、この人とちょっと交流深めたいみたいになるんですね。うん、そう。でも人見知りしないのがすごいな。あ、人見知りするタイプですか？します。あ、そんな、けどそれが可愛いから、もうただのファンみたいな、ごめんなさい。そういうところですよね。多分、めっちゃ褒め上手なんのかなって思いました。いや、もう何回も言いますけど、もうこの時間の美女じゃない。めっちゃ褒めてくれるじゃないですか。嬉しい。いや、なんていうんですか、人見知りするかしないかってもう、なんか生まれつきのもんではあるじゃないですか、その。そうですね、確かに。なんか多分、タイプとしてなだけなんで、もう無理に別に変わろうとせずに、はい、こういう人見知りじゃないタイプが、こうガツガツ来るの多分しんどいと思うんですけど。いや、でも来てくれた方が私は嬉しいんで。はい、ほんまです。もう関西弁が出ちゃってるんですけど、けどもうそんな中さんが可愛いんで、もう嬉しい。私はただの本当に今ファンです。ありがとう、嬉しいです。はい、めちゃくちゃ、はい、そんな優しいね、はい、ゆかさんのメジャーファーストフルアルバム、はい、メッシーバッグが今日、はい、本日リリースということで。そうでございます。この後はアルバムのお話も聞いていきたいと思います。まずは曲を聞いていただきましょう。曲紹介お願いします。はい、この季節にぴったりなラブソングになってます。ゆかで恋心。ね、どこ、
ゆかさんの恋心をお送りしました。改めてゆかさんから今回のアルバムについてご紹介お願いします。はい、本日リリースされましたメジャーファーストフルアルバムメッシーバックなんですけれども、まあ、その中のこちらの恋心という曲はですね、まあ、その人を好きになる、まあ、片思いだったりとか好きになる気持ちを書いた曲なんですけど、まあ、もちろん楽しいこともいっぱいやと思うんですけど、人を好きになるってけど、なんか私はどっちかというと苦しかったりとか、こうなんか悩んでしまったりとか、そういうもどかしい気持ちの方がなんかこう大きいというか多い気がして、そういう気持ちを歌にできたらなと思って書いた曲ですね。いつもその曲作りっていうのはどういうところから始めてるんですか？結構自分の実体験とかから歌詞とかを書くことが多くて、まあ、例えばじゃあ失恋しましたってなったら、もうそのうわーってなってる状態のまま曲作りするとか。すごい。そう、なんか消化をするのに結構曲作りをすることが多いですかね。じゃあなんかでも、失恋もじゃあなんかいいようにもう思えたりもするのかな、それって。いやでも苦しい。いやけど、まあめっちゃ辛いじゃないですか、失恋って。まあそのね、まあ別れるだったり振られるっていうのは。けどじゃあ例えばもし曲を作ってそれを共感しますとか、この曲好きって言ってもらえると、それだけでそんだけ苦しかった分が消化されるんですよね、私の中で。ああ、みんなが聞いてそのくれることによって消化できていくってことですか？そうです、そうです。わー、なんか素敵。なんかすごいアーティストっぽいですね今。アーティストです、自分で言ってみて。しっかりアーティストです。ごめんなさい、すみません、はい、いやー、そうなんですね。あと、はい、今回のそのアルバムの中に入ってる5曲目の、はい、Me という曲はご自身も出演する CM ソングに、そうなんですね、はい、今そうです、流れてますけど、ありがとうございます。びっくりしました。うん、そう、びっくりした。え、先にじゃあ、はい、曲ができてからだったんですか？いや、この CM ソングのお話をいただいた時に、はい、CM ソング作っていただけませんかの、まあ、延長線でその出ていただけませんかみたいな、ってなって、私ですかってなって、はい、もちろん曲作りも、まあ、こうした方がいいかなとかすごいこう悩んだ部分あったんですけど、もう出演するっていうことの方が私的にはもう大きかったですね。初めて見たんですね。そうでした。本当に。なんか私の中でこう、ゆかさんの曲ってなんか、まあ、ゆかさんのイメージもなんですけど、なんかハッピー幸せみたいなイメージがあって、なんかこの曲とかもすごい可愛らしい感じというか、幸せオーラがこう声から伝わる感じがしてすごい好きですね。ありがとうございます。今聞いていただいて。だって TikTok とかでも、ね、めちゃくちゃ回ってきますもんね。ほんまですか？ほんまです。すぐマネージャーです。ベイビーユーとかパートナーとか。パートナーも大好きで。嬉しい。あ、来ました。好きになっちゃうよ。いや本当にいい曲ですね。いやもうけどたくさんね、その SNS から知ってくださった方が多い楽曲なので、なんかこんなことになるとはっていう感じで、ほんまにただただ嬉しいです。本当にいい曲どんどん生まれてきて、すごい。いや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 、まだまだなんで。でもなんかその恋心はやっぱちょっとまた違う感じですもんね、はい、なんかその幸せっていう、まあ幸せな部分でもあるけどっていう、なんかそのちょっとリアルな、なんか女心っていうのかな、ね、恋心っていうのがなんかまたいいなと思います。なんかやっぱりベイビーユーとかパートナーから私を知ってくださった方は、はい、まあそれこそほんまにハッピーな子なんやなっていう感じの印象があると思うんですけど、それも別に間違ってはないんですけど、なんかそういうちゃんとリアルにの気持ちをちゃんと歌としてじっくり届けたいなっていうのもあって、なんかすごいキャッチーなね歌だから、覚えてくれるのもすごい嬉しいんですけど、なんか胸の奥の奥まで刺したいなっていうので、ちょっと変わった恋心は出せて嬉しかったですね。なんかより沼にこうハマっていきそうな感じしますね。嬉しい。沼にハマるって。ありがとうございます。はい、ということでこの後はゆかさんと一緒に今夜のテーマメールを紹介していきます。その前に一旦 CM です。レコメン、この時間は3話シャッターボートレース振興会の提供でお送りしています。文化放送矢吹奈子のレコメン。メールアドレスはレコ@joqr.net。 ハッシュタグはカタカナでレコメンです。
文化放送をキーステーションにお送りしている矢吹奈子のレコメン、今日も元気に生放送中。文化放送をキーステーションにお送りしている矢吹奈子のレコメン、今日も元気に生放送中。メールアドレスはレコアットマーク JOQR.net、 ハッシュタグはカタカナでレコメンです。文化放送矢吹奈子のレコメン。文化放送をキーステーションに生放送でお届けしている矢吹奈子のレコメン。今夜はシンガーソングライターのゆかさんとお送りしています。改めてご挨拶お願いします。こんばんは、シンガーソングライターゆかでございます。お願いします。お願いいたします。ということでね、はい、ここからは、はい、あ、ファンの方からメールが、あ、来てます。垂れ込み、垂れ込み来てます。この垂れ込みってワード怖いですね。ラジオネームひかるさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なこちゃん、美人のゆかさん、こんばんは。あ、そんな、なこちゃんも差し上げそんなこと言えないです。すいません。ありがとうございます。ゆかさん、はい、メジャーファーストアルバムリリースおめでとうございます。ありがとうございます。なこちゃんへ。お、ゆかさんは、はい、紹介するとき、美人のをつけると喜びます。基本的に非常に賑やかな大阪のおばちゃんです。はい。常にオチを考えていて、落ちないと思ったら知らんけど、と言います。めちゃめちゃ晴れてるじゃないですか。だそうです。うわぁ、もうめっちゃ恥ずかしい。いや、やっぱこう、美人なとか言われたら誰でもテンション上がるじゃないですか。はい、まあ嬉しいでしょ？ですよね。そう。だから、入れてって言うただけです。自分で思ってるとかそうじゃないですけれども。言われたら嬉しいよっていうだけですもんね。あ、そうですね。はい、そうです、本当に。あ、面白い。けど、ちゃんと書いてくれてはるんですね。ね。垂れ込み来てましたね。あ、もう一個あります。怖いわ。神奈川県、たかちゃん。油揚げ丼石油王さん、ありがとうございます。ありがとうございます。なこちゃん、ゆかさん、こんばんは。こんばんは。ゆかさんは別名おしゃべり怪獣ですので、なこちゃんはおしゃべりでやられないように気をつけてくださいね。笑ってきてます。ほんまに皆さんよう知ってありますね。まあ、もうバレてると思うんですけど、喋、はい、るの好きなんですよ。なので、結構こう勢いよく行っちゃうので、だから、勝手にね、私から言ったわけじゃないです。これは。おしゃべり怪獣って言われたりしてますね。あ、あだ名が付けられてたんですね、すいつの間にか。そう。面白い。知らんけど。おしゃべり怪獣、はい。あ、今落ちなかったんだ。あ、落ちなかった。バレました、今。あ、落ちなかったんだ。あ、すいません。って言ったのに。すいません。面白い。ということで、ここからはね、はい、今夜のテーマに行きたいと思います。はい、勝手に地元アンバサダー。うちの地元にこんないいところがあります、いいものがありますなど、皆さんに勝手にアンバサダーを名乗ってもらって、地元のいいところをメールで紹介してもらってます。ゆかさんは大阪出身ということ で、はい、でなんか大阪のいいところあったりしますか？私の地元が高槻という場所なんですけど、はい、ちょうど京都と大阪の間にある場所で、はい、そこのタイ料理屋さんの熱帯食堂っていう、熱帯食堂、はい、お店があるんですけど、はい、まあ、私が中学とか高校生の時ぐらいにできたお店で、はい、まあ、それまでそんなタイ料理に触れたことがなくて、うん、まあ、その結構人気店っていうので家族と行ったのがきっかけなんですけど、はい、まあ、もうほんまに全部美味しいんですけど、まあ、その中でもパッタイがめっちゃ美味しいんですよ。めっちゃ美味しい。もう、めっちゃ美味しくて、その、まあ、はい、なんていうんですか、タイバージョンの焼きそばっていうことなんですけど、はい、まあ、日本やと、まあ、ソースとか塩やと思うんですけど、そう、タイ料理の、まあ、パッタイっていうものは、ちょっと酸味がある酸っぱい感じ。で、まあ、日本っぽく言うと塩な感じなんですけど、はい、それがめちゃくちゃ美味しくて、へー、そこからもう大好きになりましたね、タイ料理が。タイ料理って他にどんなのがありますか？ガパオライスも好きですし、あとグリーンカレーとか。グリーンカレーか。もうトートマン君ってエビのすり身揚げって知ってます？なんかこう。知らないです。エビをすりつぶしたのを揚げたものなんですけど、はい、美味しそう。それをスイートチリソースで食べたら、もうこれめっちゃ、もうめっちゃ美味しいですね。はい、もうやばい、めっちゃ食べたい。そう。それって、うん、大阪にしかないんですか？そう。今、高槻がまず店舗があるのと、はい、あと、枚方にもできてたし、うんうんうん、あと、京都の河原町にも多分。じゃあ、関西の方で少しずつ今、そうなんですよ。広がってはきてるんですね。こっちの関東はまだ進出してないので。ちょっと、広めたいですね、うん、これは。もう来たら勝手に等身大ポップ送ります、ね。勝手に。勝手にいいですね。はい。はい、送ります。わー、気になる。ちょっと、はい、ね、多分、これで知った方もね、大阪に住んでても知らなかった方とかもいらっしゃると思うのでね、行ってみてほしいですね。じゃあ、
リスナーさんのメールもね、紹介していきたいと思います。はい、大分県リカちゃん、ありがとうございます。私の住んでいる大分県のいいところは、いっぱい温泉があるのでゆっくりできて、自然もあって落ち着くところです。あと、美味しいものもあって、鶏天とか、関味、関サバとか、団子汁っていう郷土料理とか最高です、うん。大分は美味しいと癒しが詰まっているところだと思います。そしてやっぱり、さしこちゃん、指原里乃さん。はい、が大分県出身なので私は大分に住んでてそれが一番嬉しくて幸せです。いいですね。あ、美味しいものも確かに鶏天はよく食べたな。ね、あの私この前初大分に行きまして、はい、先月イベントで行かせていただいたんですけど、はい、その時鶏天も初めて食べて、うんうん、めっちゃ美味しいですね。あれ美味しいですよね。ね、何なんですかね。なんか、揚げてあるけど、全然何個でも食べれちゃうっていうか、その。わかります。ねえ。めっちゃ美味しい。さっぱりしてますよね、うん、もはや。そう。天ぷらなのに。そう。いや、関味、関サバちょっと気になるな。サバのやつなんか食べましたね、けど、その時。あ、本当ですか、うん、有名なんですかね、やっぱ。うん。いや、でも温泉もいいですね。行けてないですね、最近。行きたいな、温泉。じゃあ続きまして、はい、ラジオネームスラッシュアッパーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。僕の地元群馬県を勝手にアンバサダーします。群馬県はハーゲンダッツのアジア唯一の工場があります。高崎市の高梨乳業と共同で営業している、運業している工場があり、日本で売っているハーゲンダッツはすべてそこで作られています。またハーゲンダッツの他の工場はアメリカの2カ所、フランス1カ所しかなく、貴重な、存在です。残念ながら工場見学や試食はやっていませんが、群馬県がなければハーゲンダッツは日本で売られることはないと言えます。あら。確かに。めっちゃ好きです、私、ハーゲンダッツ。美味しいですよね。めっちゃ美味しい。ちょっと群馬県ありがとうですね、本当に。ストロベリーが私好きなんですけど、猫ちゃんは何が好きですか？私は、ハーゲンダッツだと抹茶と、マカダミアなんですよね。食べたことない。いや、ちょっとこれおすすめです。結構美味しいですか？めっちゃ美味しいです。ナッツってことですか？そうです。へぇ、あの、バニラのアイスにマカダミアのナッツが入ってるんですけど、結構ね、マカダミアの量も多くて、で、バニラの味にマッチするんですよね。やっぱちょっと贅沢ですよね。なんか、ハーゲンダッツってね。だって、コンビニでも、うん、あの、置く場所分かれてません？わかります？あの、普通のアイスは、まあ、パッて取れるゾーンやけど、はい、ハーゲンダッツはちょっと扉開けるね。ボックスアイスの上に私たちいますっていう感じですよね。格が違うってことですか？ここから取るということから楽しんでくださいっていうことかもしれないですけど。いやー、美味しいですね。でも知らなかったな、ね。こんなに工場が少ないとも知らなかったです。そうですよね、アメリカ、だって、世界で、4カ所しかないってことですよね。それにしてはいろんな種類もあるし。確かに。ねえ。あと海外だと、ハーゲンダッツの、なんか入れ物とか、形が違うんですよね。うん、え、そうなんや。そうなんですよ、なんか。え、大きいってことですか？いや、サイズ的には、あ、大きいのも売ってるから、うん、それも確かに日本と違うんですけど、うん、日本って、あの、あんまり高さがないんですよ。うん、でも、海外のってちょっと高さがあって、中にスプーンが入ってるんですよ。うん、え？あ、じゃあ、そのコンビニとかやってもらわなくても、はい、もう中に入っちゃってる。そうなんですよ。そんなのも食べてもらうやん。でも、めっちゃ、あの、スプーンがちっちゃくて。あそのカップの中に入ってるぐらいの大きさだから。あ、そっか。だから、最後らへんもう、食べるのめっちゃ難しいんですよ。だから、日本の、あの、うん、ハーゲンダッツ専用のスプーン、ね、あれ、めっちゃいいなと思いました、ね。あ、それよりも短いんですか？短いです、短いです。本当に、あの、親指ぐらいです。あ、私の皆さん、ナコさんの親指ぐらいのサイズがあのサイズなんですね。はい、ですね。面白いですよね。食べてみたい。うん、あと、うん、私ちょっと聞きたいことがあって、はい、ゆかさんに。何何？さっき、はい、タケノコの里、あ、聞こえてましたよ。キノコの山の話してました。もちろん聞こえてました。ちなみにゆかさん、あ、美人のゆかさんは、ごめんなさいね。言っていただいたナコちゃんに。はい、美人のゆかさんはちなみにどちら派でしょうか？美人のゆかは、竹のこの里派ですね。あー、やっぱそっか。ごめんなさいね。いや、いいんですよ。もちろん。どっちも魅力あると思うし。キノコの山を食べるときは、はい。枝の部分っていうんですか？そこから食べます。クッキーの部分から。クッキーから食べて、
あの、チョコの部分を食べたら、はい、もうタケノコの里とあんま変わないんですよ。違いますよ。全然違いますよ。なんで？だって、チョコの量、あ、全然違くないですか？え、うん、なんか私はもう入れてもうたら、あ、もう全然一緒やんってなって楽しんじゃってましたけど。クッキーの硬さも全然違いますよね。あ、確かにサクサクか、はい。ちょっとなんていうんやろね。あの、クラカリっていう感じか。はい、ああ。私ちょっとキノコをすごい押したくなっちゃうんですよね、すごい。なんか。いやけど、それは、うん。けど私タケノコの里だから、ちょっとそこは、ちょっとバトルしたいかなっていう。じゃあちょっと、うん、ライバルになったところで。ライバルになったところで、そろそろ、お時間が来てしまいました。この話をあと2時間できるとかいうことではないんですか？まだまだこう、討論会みたいなことではないんですか？タケノコキノコ討論会。はい。また次回、じゃあ、ちょっと。じゃあまあまあ、また次回は、じゃあタケノコの里持ってくるんで、どういう食べ方がおすすめか、お互いじゃあやり合いましょう。いいですね、それ、うん。はい。お互いじゃ、ちょっとね、うん、おすすめの、はい。食べ方とかを紹介し合ったりして。はい。プレゼンしましょう。いいですね。また会う約束ができたところで。はい。ありがとうございます。はい。ということで、ここで残念ながらお別れの時間が来てしまったんですけど、はい、最後にゆかさんからお知らせお願いします。はい。私今日リリースさせていただいたんですけれども、それをもってインストアライブもさせていただきます。東京はもう今週の10月29日日曜日にタワーレコード渋谷で行います。お昼1時からです。はい。で、あと11月11日も名古屋でありまして、あ、もう言い出したら時間が多分なくなっちゃうので、東京、名古屋、福岡、大阪でインスタライブあるんですけども、SNS 見ていただけたら詳しく載ってます。そしてワンマンライブも1月27日土曜日は東京日本橋三井ホール、2月3日土曜日は大阪サンケイホールブリーゼで行いますので、ぜひとも遊びに来てください。はい、ということでまたね、ぜひここにも遊びに来てもらえたらなって。そうですね、討論会しに戻ってきます。よろしくお願いします。ということで今回のゲストはゆかさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。最後はこの曲でお別れです。曲紹介お願いします。はい、はい、もうたくさん愛を歌った曲でございます。ゆかでパートナー。文化放送をキーステーションに生放送でお届けしている矢吹奈子のレコメン。ここで来週のお知らせです。11月1日の矢吹奈子のレコメンはゲストにアイドルグループバババンビからうささん、高梨瑠衣さんが来てくれます。9月にメジャーデビューしたばかりのグループなんですけど、すでに来年3月には武道館公演が決定しているそうです。すごいですね。いや、どんなグループなのかね、楽しみです。なんか久しぶりにこうなんかバイ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 って感じになりそうですよね。いや、久しぶりのないか今日も結構ワイワイしてますね、二人でしたけどはい、ということでファンの方はね、ぜひ二人についての情報もメールで教えてください。そして CM の後はモデルのぬくみめるさんがパーソナリティを務めるめるるのハッピースルームです。メールアドレスは neko@joqr.net。 文化放送をキーステーションにお送りしている矢吹奈子のレコメン、今日も元気に生放送中。文化放送をキーステーションにお届けしている矢吹奈子のレコメン。私もめるるさんが出演するセクシー田中さんの1話見させてもらったんですけど、木南さん演じる田中さんのあの角の曲がり方、シュッて曲がるあのやり方、やりたくなりましたねうん、結構笑える部分もあったり、なんかこうジーンとくる部分もあったりして、この後の2話からもすごい楽しみですね。じゃあここで皆さんからいただいたメールを読んでいきたいと思います。ラジオネームタイラーさん、ありがとうございます。なこちゃんこんばんは。こんばんは。11月スタートの TBS ドラマ、恋愛のすすめでヒロイン決定 おめでとうございます。ありがとうございます。テレ朝に引き続き連ドラ連続ヒロインですね。嬉しいです。まあ、絵とは覚えられないのにドラマのセリフは頭に入るのが不思議ではありますが、なこちゃんが出演する作品がたくさん見られて幸せです。仕事だからね仕事だからね。そりゃセリフは確かにね、なんでセリフは入るのに絵と入ってこないんだろう。だからまあその気持ちか、気持ちですね。やっぱ絵と覚えようっていう気持ちが足りてなかったんだ、私には。ちょっと、まあ、まだね2ヶ月ぐらいはあるんで、まあ、猶予があるっていうのもあるかも。
やっぱ、まだいいやってなっちゃう。まあ、なんなら今覚えても忘れるし、みたいな。すぐ、本当に、覚えるのは早いけど、すぐ忘れちゃうタイプなんで、だって今はもう、一週間前のセリフをまた読んでみてって言われたら忘れてますもんね。あとそう、ドラマ、ありがとうございます。主演の綱啓斗くんとは顔だけ先生で共演してて2回目の共演になります。ファンの方、綱くんファンの方がなんか再共演嬉しいって言ってくれて、なんか私までほっこり嬉しいってなりましたね。そう、本当現場でもなんか普段の綱くんって結構キャッキャしてる、キャッキャなんだろう、明るいムードメーカーみたいなイメージなんですけど、今回の大鳥くんの役がすごい真面目なので、なんか新たなね一面が見れると思いますし、私が演じる花子もまあ普段の私とは、まあ、私っぽいところも見られるかもしれないですけど、結構ねなんかいつもと違う感じだと思うので、ぜひね楽しみにしていただけたらなって思ってます。じゃあ続いてテーマメールに行きたいと思います。神奈川県ラジオネームのんぎょどんさん、ありがとうございます。なこちゃんこんばんは。こんばんは。私の勝手に地元アンバサダーは横浜です。皆さんが想像する横浜って、赤レンガ、トレードマークタワー、あ、ランドマークタワー、全然違う、ランドマークタワー、パシフィコ横浜があると思うんですが、私的にそこは横浜ではなく桜木町駅なので、よく友達が間違えて横浜駅で降りてしまうってことがよくあります。なこちゃんは、横浜だと何が思い浮かびますか、教えてください。でも確かに赤レンガかも、赤レンガのイメージかな。あと横浜、横浜、あ、中華街、中華街、そのイメージかな。あとなんだろう、横浜、まあパシフィコ、卒業コンサートもさせてもらった場所ですし、なんだろうな、はい。あ、行ったこと？横。あ、赤レンガも行ったことあるし、どこだっけ？中華街も2回ぐらいは行ったことあるかな。うわぁ、中華食べたい。なんかもうほんとこの、今日のテーマメールめっちゃなんかいろいろ行きたくなりますし、食べたくなっちゃうね。続いてラジオネームまさやさん、ありがとうございます。自分は静岡県出身です。静岡県は富士山をより近くで見れて、世界遺産を毎日眺めることができます。雪がある時の富士山は絶景です。お店だと爽やかっていうハンバーグ屋さんが最高に美味しいです。見つけた時はぜひ。なこちゃんは静岡県来たことありますか？もちろん行ったことあるんですけど、何でしたっけ、ショッピングモール？御殿場。あそこに行ったことあるし、あと前に行った時に、その爽やかに行こうと思ったんですけど、まあ、毎回混んでるじゃないですか。しかも私が行こうと思ったのが、ちょうどなんかその夜ご飯時の時で、で、新幹線間に合わなくなっちゃうから、もう、仕方ないって言って諦めたんですよね。まだ一回も行けてなくて、だから爽やかに。そう、行きたいんですよね。そう、静岡にしかないから、静岡にはいっぱいあるのに、こっちにね、一店舗ぐらい来てくれればいいのに、出張みたいな。食べたい食べたいしか言ってないですね。なんでかっていうと、私今日ダイエットを始めたんですよね。今日だけみたいな感じなんですけど。今日だけダイエットしてるって言っても、まあ、グミ食べちゃったんですけど、さっき。そう、そんな感じです。はい、皆さん、今日もたくさんのメールありがとうございました。はい、最後に一曲、今週の文化放送プラスチューンです。平成ジャンプで大好きな君へ。Program is recommend of Naku Yabuki. Please enjoy. Thank you.
矢吹奈子のレコメン、モーニング娘。23のウェイクアップコール、目覚める時を聞きながらエンディングです。この番組はラジコのタイムフリーで1週間聞き直すことができます。美人なゆかさんとのトークがもう一回聞きたいという方はこちらからどうぞ。この後深夜0時からは今井大地のレコメンです。0時5分頃からはキスマイフット2キスマイレディオ、今回のパーソナリティは二階堂隆さんです。0時35分頃からはキング&プリンス永瀬廉のレディオガーデンをお送りします。明日のレコメン吉田仁人さん、明日のレコメンは吉田仁人さんが担当、ゲストに3人組バンドリアクションザブッダが登場します。金曜日文化放送で放送中の内田理央のレコメンフライデーはお笑いコンビ天心の向井さんが登場します。お、秋の放送のアニメについてお話しするそうです。ということで今週の矢吹奈子のレコメンの放送いかがでしたでしょうか。やっぱキノコタケノコが盛り上がりましたね今日は。それが一番盛り上がったような気がしますけど、いやみんなにキノコの良さを広めたいな。あと私あれ気になるんですよ、なんだっけ、取れちゃったみたいな、あのチョコ取れちゃったバージョン知ってます？あのクッキーだけが本当にあのキノコの山のあのチョコが取れた本当にクッキーだけが入ってるやつが発売されてて、ちょっとそれも気になるんですよね。ちょっと食べてみたい。でも本当チョコなかったらどんな感じなんだろう。でもたまに分けて食べません？キノコの山、あの先にチョコを取る、やんないですか？まずキノコ食べない？今今江さんがいらっしゃるんですけど、キノコ派ですかタケノコ派ですか？ブースの奥側にいるんですけど、キノコですか？キノコ派がいた、嬉しい。いや、やっぱちょっとキノコ広めたいです、キノコの良さを。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとメールをね読みたいと思います。ラジオネームすずめさん、ありがとうございます。なこちゃんこんばんは。こんばんは。週刊 AKB で大人数の中からサッシを見つけ、7年前からサルゴリラのファンであるなこちゃん、さすがに見る目がありすぎますね。いやそうなんですよ、あの本当に私って見る目あると思ってて、いや本当に私の目は間違ってないと思います。ということで皆さん、今週の放送もありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。矢吹奈子でした。またねー。